本日は来週発売予定の天然木亜種木材を使用したこちらのダイニングチェアのおすすめポイント3つを1分間でご紹介したいと思います。おすすめポイント1、背もたれから肘掛けまで体に沿うように計算されたフォルムです。曲げ木のデザインは高級感もあり、体に沿うので長時間座っても疲れにくい設計がポイントです。また背もたれと肘掛け部分は足までつながっていて、前の足は円柱、後ろの足は角型とデザイン性が高いのもポイントです。おすすめポイント2、天然木とコーデュロイの組み合わせです。天然木とレザーの組み合わせはとても人気で、よく見かけるデザインかなと思うんですけれども、コーデュロイと天然木という組み合わせはなかなか珍しいのではないかなと思います。コーデュロイというとカジュアルなイメージを想像されるかと思いますが、こちらのチェアのコーデュロイは細めのコーデュロイを使っておりますので、カジュアルになりすぎず上品な印象を与えてくれます。肌触りも良いので一年中心地よく使っていただけるチェアかと思います。おすすめポイント3、木材を使用しているところ。木材を使用しているので木目や節の入り方一つとして同じものはございません。世界にたった一つのチェアと思うとなんだか愛着が湧きそうじゃありませんか。カラーはナチュラルカラー、ブラウンカラーの2色からお選びいただけます。ぜひ発売を楽しみにお待ちいただけたら幸いです。